神奈川県のね、早川駅という駅で降りています。ちょっとこの早川駅を初めて降りてみたんですけども、で今日行きたいのはね、この小田原漁港の方にちょっと行きたくてですね、今こう現在地早川駅こちらに行きまして、この漁港の駅とどこ小田原というところにねちょっと行ってみたいと思います。歩いて 7,8 分だと思われます。今日は漁港の駅というところに来ました。ちなみに日本初の漁港の駅だそうです。はい、というわけで今入り口に来ました。漁港の駅は1階から3階建てになってます。行ってみたいと思います。はい、というわけでね、3階で、はい、飲みました。これです、トトマル頂上丼というやつですね。はい、漁港の駅トトコの3階で、これ2580円するんですよ。なんかいろいろ載ってます。ちょっとわかんないけど、どうせならちょっとこれがいいかなと思って頼んでみました。ひかねつくんが、あ、ちょっと頂上丼に比べると小盛りですね。マグロのトロトロ丼ぶり、これ2番目人気だったよね。ナンバー2。はい、というわけでこのね、刺身専用醤油ってやつと馬ごまだれ、これ使うのかな、あとね、とんかつソースもあったんだけど、さすがに違うかなと思ったんで、これでちょっといただいてみます。これはネギトロで、こっちがビンチョウかな。で、イクラも入ってる。2番人気らしいですよ。下は酢飯ですか。あったかいご飯です。酢飯じゃない。あ、なるほどね。これ上にイクラがあるんだよね。こぼれそうなんだよね。これさ、箸じゃ食えないんだよ。そういうこと？そういうことか。うん。うん。うまい。いくら久しぶりに食いました。ちょっと崩していきたい。うん。美味しい。美味しいね。ご飯までたどり着かない。いろいろ入ってると思う。マグロもそうだし、多分なんだろう、サーモンも入ってるし、で、ビンチ
チョウも入ってると思うし、タイとかタイは入ってないか、うん、すごいたくさんシラメも入ってるし、うん、いやこぼれるね。なんか水族館みたいな階段ですね。なんかね、俺3階でお刺身天国食べようと思ったんだけど、2階の、うん、さっき2階で食べました。ほら、ちゃんと魚の説明を。あ、なめろう頂上丼。なんか頂上丼って流行ってんの？盛り付き。あ、これ1000円じゃん。そう、あ、安いっすね。これ、海乗ってて30円です。すごくない？高いよこれ。だってなめろう丼が3杯食えるってことですこれ。すごいいやらしい考えをしてしまった。フードコートに行ってしまったんですね、僕らは。はい、じゃあこれね、1階に降りてみましょう。はい、というわけでね、漁港の駅で、はいはい、ご飯食べた後、1階のソフトクリームショップで、ね、お土産買ったらもう50円割引が来たんで、はい、使うしかない。レモンソフト、あのミルキーソフトだとこのモナカ無料なんだけど、はい、このミックスのやつだと50円プラスっていうわけで、小田原城を選びました。かわいい。他にもホタテとかお魚とかあるんだけど、溶けちゃう、猛暑だから溶けちゃう。あ、レモンの味って、メロン、おいしい。メロンじゃない、レモン、レモン。ミルクソフトでモナカ無料に騙されない方がいい。レモンの方がいいです。いや、美味しいんですけど、美味しいよね。うん。これなんだろうね。レモンはやっぱそのさっきレモンのお菓子も買ったんですけど、小田原は結構レモンが有名なのかな。うん。売店でね、さっき買ったのがこれです。足柄茶。神奈川県産茶葉使ってます。この辺だとね、足柄のお茶が有名で、埼玉で狭山茶みたいなね。うん。で、こっち、箱根山麓紅茶。うん。茶葉の恵みそのままに、無香料無糖無着色。先ほど三ヶ根さんに言った、これ、レモン丸。レモンピール入りでございるって書いてあるんだけど、やっぱレモン有名なのかもしれない。これ173円でした。で、あともう一個買ったのがこれ、金太郎焼きチョコ。これね、焼きチョコモナカ。これ多分ね、近くに金太郎の道の駅があって、多分この辺が金太郎の発祥かなんかなんですよね。そう、近くだから、この金太郎焼きチョコ、焼きチョコモナカって珍しくない？普通あんなのにチョコが入ってるモナカってあんまり食べたことないよね。ちょっと足柄っちゃね、まあ、足柄感を感じます。もう一個、これ箱根の紅茶ね、本当に無糖なんだけにあってストレートな紅茶ですね。確かに苦味は薄いかもしれない。美味しいです。風が強くてね、最後食べたらもう美味しいね。うんうん、これね、うん、いつも安いお茶しか飲んでない。たまにいいのなんですよ。あ、ここに足柄茶。2階のフードコートよりちょっと3階のお刺身天国に用があったんですけど、ちょっと間違えて2階行っちゃったっていう。紅茶どうですか？紅茶も美味しいけど、やっぱこれ超美味しいわ。これね、小田原漁港のガイドブック、あ、周辺ガイドブックですね。日本で一番駅から近い漁港だって。これがやっぱね、小田原って言ったらね、昔からね、海の幸っていう揃えて、やっぱ豊かなね、種類のお魚がいっぱい取れるっていうところですからね、うん、でやっぱかまぼこだけじゃないぞと、アジ、ブリ、サザエ、もう伊勢エビ、サバ、カマス、ヒラメ、イシダイ。ご視聴ありがとうございました。Hey, shoot.